多読をした方がいいのですかだとそりゃな、読んだ方がいいぜ。けどね、和訳がないやつたくさん読んでもな、あんまり意味がないの。それはの、語読を積み重ねているだけ。その可能性がとても高い。よいか。理想は、一文読んで、一文和訳と照らし合わせて見てみる。そこで自分が誤解している単語。 分かってない構造がないかなどをしっかりとチェックしていく、そうした多読を積み重ねていきたいんだな。まあ、大約本なんて呼ばれる本が昔はあったけど、最近はあまりないの。今で言うと、あの、ヘミングウェイで学ぶ英文法、あれなんかは大約本だな。しかもあれは文法の解説もついてるからの、非常に良い。シリーズがされとるな。ヘミングウェイの2もあるし、 オスカー・ワイルドで学ぶ英文法というのもある。あれも非常に良い訳がついておる、解説もついておるから、そういったものを多読するのは非常に良いことじゃ。で、あとは、過去問じゃな。過去問なんかも大抵役例がついておるからの、それをたくさん読むというのも一つの手であるよ。ただな、英語を正しく読むルールを基本的なものを押さえてからでないと多読というのはしんどい。であとは、 知らない単語だらけでも多読はしんどいわけだ。よって、多読はもちろんやった方がいいのであるが、基本的な文法、基本的な読解の知識、基本的な単語を覚えてからの方が、多読は楽しい、嬉しい。そういう仕組みじゃの。だから、多読というのは、いい勉強ではあるが、 実は効果があるようにやるのはなかなか難しいのじゃ。そこを気をつけて取り組んだらいいと思うな。よし。こんなと化かの。チャンネル登録とグッドボタンよろしく頼むぞ。じゃあな。またな。